らでした。いやいやいや、さあどうでしょうか。動物の生態ってなんか分かんない生態ありますね、でもね本当に可愛らしい映像ねえ、それぞれな、ひかちゃんは 何でしたっけ。最後のチュッチュしてるの可愛かったですね。あれ何の意味があるのかな。チュッチュッチュ、終わるの前にまたチュッチュッチュッでみんな一緒にザーンって、ここの匂いを嗅いでコミュニケーションを取ってるっていう、その仲間かどうか、気づいたら横にいるから、やべえ仲間か、仲間だ仲間か、仲間だ仲間って分かってからキスするもんね本当はね、人間はね、いろいろ可愛いの見てまいりましたけれども、さあいよいよランキングといたしましては、あとはベスト3とザーッと見てまいりました。さあもうこの中に入ってますか。1秒間1万円が、あ見れる、2万円ですから、まばたきしても見逃せなかった分でも2万円ですか。本当だよ。ビデオ撮って何回見ても本当だよでも生で見てもらいたいですよね。アナログ放送の方は見れません。嘘早く切り替えてください。チレジをよろしくお願いします。何適当なことばかり。それでは参りましょうか。参りましょう。それでは第3位からご覧ください。いよいよ来ますよ、あいつが。どうぞ。激レアランキングついにあと3つ。ザ・激レアってあいつがとうとう登場します。まばたきすらできない驚愕のベスト3。変な生き物100連発激レアランキング、いよいよベスト3の発表。第3位、世にも奇妙な寄生物語。もうこれはただのカタツムリじゃないですか。何が一体激レアなんでしょうか。あ、いや実はカタツムリではなく、このカタツムリの角の中にいるやつが激レアなのです。この寄生虫、カタツムリの角にだけ寄生するというとてつもなく珍しい生き物。そして寄生するとカタツムリの行動をも支配することができるという不思議な力の持ち主。角の中で体を動かしていますね。実はこれには理由があるんです。カタツムリの角を小さなイモムシのように見せかけ、それを餌とする鳥たちに見つかるようにしているのです。見つかるように。カタツムリは普段は嫌いな明るい場所にどうしようもなく来てしまうのです。鳥たちに見つかるために寄生虫がここへ誘導するのです。行動も支配している。鳥が寄生虫の姿を見つけました。そしてカタツムリの角の中にいる寄生虫を食べます。なんでなんで。そしてこの寄生虫、なんと今度は鳥の体の中でたくさんの卵を産むんです。卵を産むために鳥にわざと食べられたのです。生まれた卵は鳥の糞に混じって地上へと落ちます。そして今度はその糞をカタツムリが食べることによって再びカタツムリの体の中へ入り込み成長し、また角の中に寄生するのです。子孫が続く限りこの驚愕の一生を繰り返していくという、なんとも激レアな生き物。しかし彼らがどうしてカタツムリの角を選んだのか、どうしてこんな生き方を選んだのか、大自然は本当に本当に脅威の世界です。激レアランキング第2位。北極圏の海、ここに伝説の怪獣がいる。群れで泳いでいるこの生き物には長い角が生えているんです。海のユニコーンといわれる幻のクジラ一角、動く姿を捉えたこの映像はまさに激レアなんです。その最大の特徴はこの天高く突き出した角。しかし実はこれ2本の歯のうちの1本が変形した長い牙なんです。一角の体長が最大で 4.7 メートル程度であるのに対して牙の長さはなんと3メートル以上にも達します。牙の役割はこれまでも多くの議論が交わされてきました。しかし正確な用途は未だに判明していないのです。そして一角の鳴き声を捉えた貴重な映像がこちら。こちらは牙を持っていないメスたちの群れ。一角もコミュニケーションを目的としたいわゆるクジラの歌を奏でるのです。まさに神秘の歌声だ。
海のユニコーンと呼ばれる幻の怪獣イッカク。その姿に私たちは感動を覚え、その姿に私たちは生命の力を感じ取る。この神秘的な姿をいつまでも見せていてほしい。そう願わずにはいられない。一角、それは貴重な地球の宝。さあ激レアランキング第1位、これが脅威の生物プラナリア。なんだこれ。水の中を漂う2センチほどの生き物、進行方向に2つの目、なんだかアニメにでも登場しそうな可愛らしい姿。普段は渓流の石の裏などに住んでいて、他の虫などを食べて生きています。こう見えて肉食なんです。好物のイトミミズを見つけると、体の前方部分で捕らえ、すぐさまお腹の方へと運びます。彼らの口はお腹の部分にあるんです。腹部から出た咽頭と呼ばれる管、これが彼らの口なんです。そうプラナリアはお腹からご飯を食べる不思議な生き物。牧汁で黒く染めた肉を与え、脅威の体内構造を見てみましょう。黒く染まった肉はどうなっているのか。なんと彼らは体全体で消化吸収するのです。消化器官である腸の管が体中に張り巡らされているのです。でも本当にすごいのはここからなんです。プラナリアの体を半分に切ってしまっても、頭の部分はそれだけで生きていき、尻尾の部分もそれだけで生きていけるのです。でも本当に本当にすごいのはここからなんです。ここからです。体を5つのパーツに切り、バラバラに分けても、5つの小さな体たちはそれぞれがそれぞれで生き続けていけるのです。すっげーこれ。なんで体ができるの。でも本当に本当に本当にすごいのはこれからなんです。尻尾を切られた頭だけのパーツから再び尻尾が生えてくるのです。そして時間とともにその長さを伸ばし、再び元の大きさにまで戻ってしまうのです。そしてなんと頭を切られた尻尾だけのパーツからは頭が生え、そして目まで再生されるのです。日を追うごとに体は戻っていき、数週間で元の体に戻っていくんです。1匹の体から2匹が再生したということです。そしてなんとなんと5つにバラバラになった体のパーツも全て元の体に戻っていってしまうのです。最初は1匹だったのが5匹に増えてしまったということです。研究者によると、この生き物250個以上のパーツに切り分けても、つまり1ミリ以下の長さに切られても、その一部は元に戻っていくそうです。一体何がどうなっているのか。プラナリア、まさに激レアな生き物プラナリア、本当に恐るべし。以上激レアランキングでした。さあどうでしょうか。これは自分自身の小ささに今後悔してます。こんなスケールが違うでしょ今回。すごい想像っていうかもうできないですね。まあ、ゆっくり3位から見ていってもいいんですけれども、はい、もう意味がわからない。意味がわからない。意味がわからないです。何ですかこれ。いろんな生き方あるね。はい。もうカタツムリの意思はないってことですか。もう完全に操られてこうなっちゃうと、操られて自分には行きたくないところに行って、すごい引き込まれるようになって。怖いんですよねある意味ね。詳しい生態はよく分かっていないんですけど、カタツムリの鳥も自分の意思のないところで運命が動いていったわけでしょ。そうです。全く考えてないままもう操られていると。こいつ自体の世界も
カタツムリ、鳥、産み落とされた糞、そのトライアングルの中でグルグルしてる。そうか、そうか、なるほど。さあということで第2位、海の怪獣一角。これなんかちょっと神秘な神聖な感じがしますよ、なんか、はい、まあ聞いたり図鑑で見たことはあったりもするとは思うんですけれども、これ実際のこうオスがこんなにたくさん集まってる映像っていうのは、あんなに群れになってるもんなんですか。すごい、それは激レアなわけですね、やっぱり、はい、そして第1位、これだよ、もうすごいですね、すごかった。このプラナリアなんですが、寿命がないことも判明いたしました。すごい、じゃあ死なないんすか。まあ、ブシュッと潰されたりとか、あ、そうか、もうなんか捕食する餌がなくて餓死をする、餓死以外には生き続けます。これはですね、世界中います、はい、日本にもいますよ、日本の田んぼなどにもいます。見たことないよ。清流や湧き水のその石の後ろ側にいると、はい、こいつの体の中にはそういう再生するというプログラムがどうやらあるだろう。はあ、一番生命力強いね。医療の世界でこの研究が進んで、なんとか応用できないかと、再生という、再生していく。いやー、いろんな動物見てきましたね。ところで、ね、ところで、どれが生まれたのね。そうだ、どれが2万円だったんですか。なんかサクッと言ってるから生まれたのね、もちろん第1位でございます。マジ結構でも最先端の技術当然、まあそういうこと、技術っていうかね、医療に使ってるとか、まあ、臓器移植他の人からもらうよりも自分の悪い部分だけを取って、それがもし再生することができれば、すごい、ということで、いかがでしたでしょうか、南原さん。いや今回、はい、もうショック度も増しましたけど、はい、ちょっとこう勉強になりましたよね、うん、あ、こういう医療にも使われているんだと。そうですね、はい、ということで皆さんありがとうございました。ありがとうございました。変な生き物、激レアな動物たち、彼らは必死で生きているからこそ不思議なんです。一生懸命生きているからこそ信じられない生態を身につけたのです。変な生き物たちは今日も地球のどこかで懸命に生きているのです。